タッグマッチ、アンディ・ウー、トンショジュン、イキタクロウ VS 田中ミノル、マサダ、アレックス・ゼイ。レッスルワン 12.26 後楽園ホール大会実況中継でお届けしてまいります。放送の解説鈴木健さんです。健さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。第1試合が6人タッグマッチ、リング上は正田がトンショジュンを捉えてブレンバス対抗というところです。一度ほどいたんですが、ここはどうするか。着地ガットショット、自らロープに走ってまいります。正田かわしておいてトンショ、しかしここはラリアットからすぐさま立ち上がってトラースキックはトンショジュンです。まあ、今回、ケンさん、この試合、急遽6人タックマッチと、はい、いうことになりましたよね。そうですね、ペガソ・イルミナル選手の、ね、5番勝負第4戦が、予定されてたんですけども、ペガソ選手がインフルエンザで出れなくなってしまったということで、はい、カード変更により、その対戦相手の予定だった田中ミノル選手がここに入ったということですよね。そして期せずして、このアンディ・ウーと田中ミノル、かつてクルーザーディビジョンを争った2人のマッチアップということになりました。田中ミノル選手は元レッスルワン所属ということで、3年以上ね、このリングに上がってなかったですからね。そうですね。さあ、その中で打点の高いドロップキック、ヘッドスプリング。まあ、動きは本当にね、何年年齢を重ねても全く変わらないですからね。そうですね、素晴らしい動きしてますし、うん、そのレスラーのリングを離れてる間、プロレスリングの、リングで GC ジュニアヘビー級のベルトもね、獲得してますからね。まあ、それによってジュニアタイトルのメジャー制覇を果たしたという田中ミノル。さあカバーに入る、どうだ。カウントは2。 IWGP ヘビー級、世界ジュニアヘビー級、そして GC ジュニアヘビー級と3大ジュニアをね、獲得している男ですよね。そしてなんといってもそれを今年47歳で達成したというのがまた重みがありますよね。はい、そうなんです。だ先ほども触れたように本当にこの年齢で素晴らしいコンディションでね、リングに上がってますからね。対するはレッスルワンのクルーザー級、今を見せなければいけないアンディ・ウーです。カンフーキック、カバーに入ります。前レッスルワンクルーザーディビジョンのチャンピオンですアンディ・ウー。まあ、そのベルトのね、その設立のその提言者と申しますか、それが田中ミノルでしたよね。そうですね、田中ミノルが対談した後、このレッスルワンのクルーザー級を引っ張っていたのがアンディ・ウーです。そのアンディ・ウーの腹部にフットスタンプ打ち込んでまいりました田中ミノル。ここでアレックス・ゼインにスイッチです。まあ、このアレックス・ゼイン、うわあ、ここも出してまいりました。本当に先月このレッスルワンに初参戦しまして、飛び技から今度は力強いジャンピングパワーボム、片指固めはどうだ。カウントはなんとか2でトンショと、そして二木拓郎がカットに入ってまいりました。体がでかい選手じゃないですけど、ああいうパワーもあるということですよね。そうですね、まあ、先月の初参戦の後楽園大会では飛び技で度肝を抜いたというアレックス・ゼインでした。はいはい、リング内はこの2人です。アンディ・ウーとアレックス・ゼイン、うまくいなすエプロンに着地、どうするか。予防パット、コーナートップから何を狙う、何を出す、いや飛びついて流れ式フランケンシュタイナーのような形になりましたアンディ・ウーです。これは先日来日したエル・パンテーラ、お父さんのですね、はい、得意技でもありますよね。うん、はい、そして今年10月にデビューしたばかりです、キャリアまだ2ヶ月という二木拓郎、19歳の若手。さあアレックス・ゼインに対してドロップキック、打点が高い。まあデビュー戦でも見せましたけど、非常に積極性のある選手ですよね。さらに自分よりも上背のあるアレックス・ゼインに対してバックドロップを試みていこうというところ、そこにトンショ、そしてアンディ・ウーも入ってまいります。1対3の状況を作りました。まずはトンショジュン、体ごとぶつかっていく。さらにアンディ・ウー、ダブルニー、そして2機はホイップを受けてエルボーパット、再びここでバックドロップ、投げ切ることに成功しました。カバーに入ります。しかしカウンター2、右の肩を上げてまいりますアレックス・ゼイン。場外の正田、そして田中ミノルに向かってトンショ、アンディ・ウーが飛んでいった。ということはデビュー2ヶ月19歳の2機に勝負を託したということになりますね。アレックス・ゼインはさすがに負けるわけにはいかない。前に叩きつける、自らも前方回転強烈、ただこれでカバーいきません。はい、さらに赤コーナートップから何を見せるか。霧もみ式だ、カバーに入る。カウント3、
最後はシナモンツイストでカウント3、三木拓郎を仕留めました。6人タッグマッチ混戦を制したのはアレックス・ゼインです。